地球のみんな、俺はウルトラマン Z、 あのウルトラマンゼロの弟子をやらせてもらってるんだ。この時間は俺とゼロ師匠が出会った頃のお話をお届けするぜ。ウルトラレアな裏話なんかも聞けちゃうかもしれないぜ。もうすぐ宇宙警備隊の採用試験だ。ウルトラ緊張してきたぜ。今から緊張してどうするんだよ。いや、なんといっても憧れの宇宙警備隊ですから。まあ、わからんでもないけどな。平和を守る組織ってのは宇宙警備隊だけじゃないんだぞ。グレン師匠たちと結成したウルティメイトフォースゼロとかですか。まあね。あとはギャラクシーレスキューフォースとか。ギャラクシーなんです？な、説明がめんどくさいな。ちょっと師匠、本人に説明してもらおうか。え？ああ、俺だ俺。今大丈夫？師匠。あ、悪いんだけどさ、ちょっとこっち来てくんないかな。一体誰と？あ、そう、悪いね。それじゃ頼むぜ。来るって。だから誰が？ギャラクシーレスキューフォース、ウルトラマンリブット、ただいま現着しました。おお、リブット、早いな。どんなところへも迅速に駆けつける、それがギャラクシーレスキューフォースのモットーですから。どうも。君は？ウルトラマン Z です。ウルトラマンゼロ師匠の弟子やらせてもらってます。弟子じゃねえだろ。いやな、リブット、こいつにギャラクシーレスキューフォースのことを教えてやってもらいたいんだよ。本当にそのために呼んだんですね。もちろん喜んで。あ、いいんですね。それじゃあお願いします。ギャラクシーレスキューフォースというのは、宇宙中から優秀な人材を集めて作られたチームなんだ。じゃあ光の国の組織ではないってことですか。ああ、そうなるね。か弱き生命を守護するやりがいのある仕事さ。なるほど。リブットさんはどうしてギャラクシーレスキューフォースに？それはね。ん？どうしました？すまない、どこかで助けを求めるサインを感じた。私は行かなければ。そいつはいけない。変なこと頼んじまって悪かったな。この話の続きはいずれどこかで。それじゃ、シャー。名前の通り嵐のようなやつだったな。いや、ショーが変なタイミングで呼ぶからでしょう。